2012年 J リーグディビジョン1第34節セレッソ大阪対川崎フロンターレ日本選手権サポーティングマッチ。本日の審判団は主審中山博之、前野瀬の春風呂、田中俊一、誰が言うの、第4の審判員久保田陽介、審判センサー津田島志郎、マッチコミッショナー臼井一郎。出てきました川崎フロンターレ選手を紹介します。分かってますね。始まるよ。